石田ちゃんの公演見たくてうずうずしてるわでさ、見に来てください。3月中間ぐらい結構あると思うので、3月12日はがっつりお話ししたいです。ぜひいっぱい話しましょう。すべてがナイスなゆうみさん、こんばんは。こんばんは。昨日ゆうちゃんのこと考えてたら、ね、寝た、考えて寝た、ね、考えてから寝たら夢に出てきてくれたさ、さすが。かっこよくてセクシーでかわいいゆうちゃん、こんばんは。こんばんは。20日が初ユーミンかなあいつさ。20日、話しかいない。ユーミンに発表投票した、ありがとうございます。高木さん、皆さん愛の方どうですか。ニャンバトル2の愛の方どうですか。 TikTok 可愛すぎた。あ、 TikTok 見てください。久々に更新しました。ぜひ見てください。今日ね、ちっちゃい犬見に行ったの。子犬見に行ってんけど、パーリ可愛かった。豆柴で、しかも豆柴やのに白っていうのがすごくレアで、そう、入りたての子だった。可愛すぎて癒されまくりましたわ。うん、うんって言ってみんな、うん。ねえ、かわいい。豆柴ね、かわいいよね。そうやな、豆柴カフェっていうのがあるよね。子犬カフェ行ってみたい。ワンちゃん増えるの、うん、友達と入ってみようみたいになって入って、友達が本当に欲しがってて買おうとしてた。予想なんやわって言って、めっちゃ可愛かった。可愛すぎて持って帰りたかった、マジで。手に噛まれた、手甘噛みしてきたの、それが可愛すぎて最高に癒されました。昨日配信終わってからリアルお話し会申し込んだよ。ねねちゃん、ありがとうございます。会えるの楽しみにしてます。でも抽選やもんね、わからないからね。リン、
リアル明日追加するねやつ、マジで楽しみに待ってます。一人一枚当たったらいいね。確かにな、それはそう。子犬の代わりに俺買ってくれないかな。食費、食費かかるけど、食費かかる子は嫌やな。私も食費かかるわ。なんとかゆうちゃんとリアルお話ししたね。直接会ってないから会いたいですよね。ほらブラ、ラブラ、あ、ラブラドール買ってんねんや。子犬買ってますさ。今ダンボールから頑張って CD 出してる。頑張って、ファイト。しんどいよな。3つダンボールあったっけ、送ってくれたやつ。昨日のインスタライブ見てありがとう。見に来てくれて。リアル話から当たらん気がしているから追加します。ありがとう、待ってます。午前中 CD 受け取り、午後投票 してました。ありがとう。今日全員受け取ったのかな、その CD は。まだ出しておりませんっていう人が2名いてます。あ、言っちゃった。ペロペロしないのお布団は。リン、こら、ペロペロしないの。フラウンじゃないね。あ、眠たいな。かわいい。投票時間を考えて早めに購入しないと。そうだよね。こ、5月じゃない、長すぎ。3月25日、3月25日、何日やったっけ、3時やったっけまでだったと思うので。寝たりんが、こっち来た。かわいいなぁ。どうした、どうした、おしゃれ。どうした、5月も耐えれへんよな、まず。そもそも、ね、私のポジションを上げてください。もう本当に不安で不安で仕方がないよ、私は。なんかスピーカーがカラオケモードになってるね。音声おかしい？音声もおかしいんですかね。やってないって。いつもと一緒。あれ、このみなみんさんの携帯のあれなんかな。一回切ってもう一回来てください。毎月お話し返してほしい。確かに会える機会を作ってほしいよね。ゆうちゃんに投票しました。 AKK さんありがとうございます。嬉しい。貼り直しました。どうですか、音声の方は。りんちゃんがもうデブってデブって
もう困ってるよ。おいしいものないっぱい食べてるからな。リアル話し会はガチリアルですか？ガチリアルです。もうガチのガチです。今日はどこで寝るんですか、あなたは。2日間私の部屋で寝てました。おりんは、おりんおりん、どうした。私の部屋を探索しております。どうしたんですか。外出たいな。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ないと、ぐちゃぐちゃだ。よいしょ。このショールームのフォロワーは何これ？11万？11万なのこれは。ねえ、ゆうちゃん、何ですか？1万1000？ 1 万なのか11万なのかわからない。1万1000だって。1万人の方がフォローしてくださってる。嬉しい、ありがとうございます。今回のチーム名どうすか。今回のチーム名なん？よきゆき。今までユーミンと呼んでたけど、ゆうちゃんデビューしようかな。ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひぜひ。延長戦しますか？しないです、しないです。今日は投票券全部出し終わった。褒めて、偉い、よく頑張った。これからこれからまた大変やけど、すごい。投げ出さないで、絶対に投げ出さないでくださいね。初日アーカイブになるけど楽しみすぎ。ざっくり、ざっくりすぎた。やっぱゆうちゃん嬉しい。どっちでも嬉しいかな。そう、
呼び捨ては NG っていうそこまでじゃないけど、あんま好きではないっていう、うん、かな。劇場公演ね、来てほしいな本当に。まあ、N 公演はね続くけど、前公演がね2回しかないからね。そうなの、前公演外れたって。アーカイブで見て、ゆうちゃんって恥ずかしくて読めないマジ呼び捨てしててごめんなさい。これからも呼び捨てに呼び捨てするんかい、するんかーい。ゆう姫は全然 OK、 全然 OK です。ユーミンこんばんは。いわちゃんさんこんばんは。うん、そういえばなぎチャンネルでゆうちゃんロッカーが割れた。開けたってこと？開けてはないでしょ別に見られてもいい、あのなんていうの鍵ロッカーのなんか飾ってるやつは別に見られてもなんとも思わない。ゆうみさんお疲れ様ね。お疲れ様です。ゆうちゃんデビューできるかな。一等分の間はゆうみさんになってしまうかもしれない。全然いつでもデビューしてください。今の状況落ち着いたら絶対 N 見に行ってハート作りに行くね。作ろうね。そう、あれはね2つ、そうミリケンとマイクはファンの方からいただいたもので、あ、なんかどっかに飾りたいなと思って、あ、そうピンと思いついたのがロッカーだったでも、ま、マイクの方あのでかすぎて下の子に迷惑かけてるいちいち開けるときと閉めるとき一回こうやって、そう開けてっていうか持ち上げて閉めてもらわないとね。ゆみさんは年下やけど何かさんつけてしまう。なんでだろう、年下なのになんでだろうね。下は誰知らん。しんちゃんくれたら私もしんちゃんだらけにします。ロッカーオンライン12分お願いします。お、待ってます。よろしくお願いします。楽しみにしてますね。鍵はみんな閉めないの？うん、別に閉めないしかも鍵なくなった時困るし、そもそも人のロッカー開けないし、盗むような子もおらへんし、別に入れて盗んでもいい、見られてもいいやつしか置いてないから。何置いてたっけな、なんか結構パンパンに置いててんな。同じのいっぱい届きそうや。しんちゃんグッズ全然使うよ、全然大事にするよ。いつも聞いてるけどアプリ版メールの返信って見れてるの？見れてないです。私見てないんですよ、ごめんなさい。なので DM か、Twitter のハッシュタグゆうちゃんメールでコメントしてくださったら見れます。はい、
なあプレゼントなあ早くな欲しいよなマジでほんま欲しい。だからさみんなの家にさゆうちゃんのプレゼントがまだ置いたまんまなんだって2年前からそう2年前から買ってくださってる方がいるからねそれ受け取りたいのよね。しんちゃん大量にくれたい待ってます。アディダスでもいいよおねだりするやつ。ちゃんと綺麗に保管してる。まだまだ保管しといてね。送れる日が来たら送ってください。捨てないでください。必ずなんかこの季節になんか送っこの今の季節で送りたいって言ってくれた人がいてて、そう冬物の服なのかそうじゃなくても杉のね冬が来たら来ますよっていう。すごい量になりそう。私もう楽しんで開けちゃうかも。なんならもうショールームしようかなっていう開封動画みたいなさあるやん YouTube で。それをショールームですね。ゆみさん話しやすいんやろうな。トークしてみたい。ぜひいつでも。私はアンケートで毎回書いてますプレゼントいつになって渡せるんですかってちょっと聞いてみろな。 NAB だっけ、なんか変に厳しいからさ、変に厳しいし変に緩いしさ、いやってなるときある。ズコーってなるとき全然ある。私はみんなの楽しみにしてます。皆さんのプレゼント届く楽しみにしています。リンヤリンがドアをどんどん閉めましたね。はい、よいしょ。しょ、まあ、それまでね待ってますので、とりあえず皆さんの。ゆみ姫そろそろ発表します。そろそろ発表しますよ。あ、見せて、あぶね。あ、ちょ、これ、あ、こっちか、こっちか。よし、ギフトをくださった方のお名前をお呼びします。うちなんちゅう、チャンプさん、しまこさん、ともやさん、しげやん、みーちゃん、ねねちゃん、きーちゃん、ともやさん呼んだよね。ちなっちゃん、なるまーさん、ところてんさん、けんぴさん、石田正しいさん、みーちゃん、やばい、目が乾燥的だ。だけかな。うちなんちゅう、しまこさんも呼んだよね。ともやさんも呼んだもんな。だけかな。ありがとうございます。ちょランキングちょっと横で読みます。横で、はい、10ランキング読みます。13位しゅうかちゃん、12位西森さん、11位まさメロディーさん、10位うちなんちゅう、9位ねねちゃん、8位ところてんさん、7位きーちゃん、6位みーちゃん、5位しげやん、4位しまこさん、3位チャンプさん、2位石田正しいさん、1位はともやさんでした。ありがとうございます。今日も配信ありがとうございました。明日はね昼ぐらいからなので、ちょっと明日はねちょっと配信できるかちょっと微妙なので、できなかったらごめんなさい。ということで皆さん、ナンバトル2の愛の投票、私のことを応援してください。投票ね大変かもしれないんですけど、皆さんの何度も言いますが
一票一票が本当に大切なので、めげずに私にたくさん愛をくださったら嬉しいです。もちろんです。ありがとうございます。私に愛をいっぱいプレゼントしてください。私に選抜のポジションを上げてください。もう今の11位中間発表で11位、まあ、ちょっと時間過ぎてるけど、ちょっとだけ喋らせて。あの11位、本当にまだ全然不安やしね、ちょっと追い込みがすごいと思うから、ちょっとそこで油断は、本当に日々もう油断はしてないし、私もそうなので、もうせめて5位以内には絶対に入って踊りたい、踊りたいです。なので皆さんの、あ、友達にも言っておきますよ。ありがとうございます。いっぱい拡散してほしいです。もう本当にこの気持ちは誰にも負けないと思うし、パフォーマンスはエネビーの中で一番大好きだし、そう、パフォーマンス面で言っちゃうと、まあ、私たちアイドルなので、パフォーマンスも歌も表現もステージに立つ以上本当に大切なのことなので、私にポジションを、いいポジションに上げてほしいです。皆さんがこのチャンスはなかなかないと思うので、ぜひお願いします。過去一燃えてる、ありがとうございます。本当にね、みんなちゃんと分かってるよってさ、ね、たくさんの人がね私に応援してくださったら本当に心強いので、よろしくお願いします。ということで今日の配信終わりたいと思います。また配信しますね。明日ちょっと本当にできるかわからないけど、ちょっと様子見て、できなかったらごめんなさい、先に言っときます。ということで皆さん、ちょっと早いけどおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。おー、どうしたり、おー、どうしようか。バイバーイ、おやすみなさい。